いや、なんだかんだでやっぱりゲイツのキャラがいいよね。どうもレオンチャンネルです。ジオ第3話もね、安定して面白かったんですけど、今回からエグゼイド編が始まって、これ見て、アナザーエグゼイドさ、ちょっとこう無敵っぽいのよ、この辺が。なので、レベル2と無敵が合体するこの見た目すごいかっこいい。で、ゲイツとツクヨミがね、相互の高校に編入しましたが、ちゃんとゲイツのこの未来服を装着してるとことか、ライドウォッチを手放さないところとか、もういつでも戦闘態勢なのがすごくゲイツっぽいですし、ツクヨミもね、未来服のマントそのまんまですよね。今のところ相互を全く信用してないところが、まだまだ仲間になってないなって感じですが、あの冒頭のさ、ウォーズがちょっとアバンでネタバレするところのアバンのやり方好き。で、ウールに続いてオーラとかも動き出しましたし、M とね、ヒーローの本人出演もあって、2018年の話ですから、もうね、研修じゃなくってちゃんと小児科医になってましたが、アナザーライダーが登場したせいで、変身能力を失ってるというか、そもそもね、エグゼイドの、正義の仮面ライダーのエグゼイドがいない世界ですから、相変わらず見てて混乱するんですけど、なんかもうちょっとね、ストーリーシンプルでいいかなと思いますけどね、結構凝ってるから、アナザーライダーはエグゼイドの力じゃないと倒せないとか、ライドウォッチになった後は変身能力そのものを失って、その力を総合とジオが持ってっちゃうとか、世界線も微妙に変わりますから、結構わかりづらい。2.5 話とかでその辺はね、ある程度解説されておりましたけど、見ててもやっぱ混乱するな。もっとシンプルに、こっちの世界のエグゼイド、仮面ライダーは仮面ライダーで頑張るから、お前んとこのエグゼイドの力はもう頑張れよみたいな、使ってくれよみたいな、そんなシンプルな展開でいい気もするけどね。このまま話が進むと平成ライダーの力が全部ジオに集まっていくって感じですよね。で、今回は平成仮面ライダー作品記念サイトで画像を見ておりますが、グッズなんかもね、限定のものがヒーローネットで販売されてたりとか、とりあえずこのサイトを見れば最新情報、ライダー最新情報がわかるって感じですよね。これももう予約しましたので、プレミアムエディションね、おもちゃ付きのやつ。また到着しましたらレビューしたいと思います。で、僕 DO さんのブログを先週確認してなくって動画作ろうと思って作れなかったので、ボリューム4から確認していいですか？まずこれが先週の情報で、GO の食玩ページが、ポータルサイトが、充実しましたよという情報がありつつ、騒動のことがね、詳しく載ってますね。ジオアームズはもうレビューしたやつで、騒動の情報はどこかな？はい、騒動タイムで、ゲイツのアーマータイム。これが初めて見る情報ですね。海岸からのゴーストでゴーストアーマー。おぉ !RKF のビルドアーマーで遊んだ後に、この騒動のゴーストアーマー見ると、やっぱシャープですね。スリム。全体的にプロポーションのまとまりがいいな。見ていくと、ゴーストの副眼部分はシールで、でも口元もシールか。目玉もシールだ。アーマーのこの辺の一部が塗装になってますね。上の方も全部シール。相変わらずアーマーもシールメインって感じだな。アーマー要素体を使ってる分、プロポーションは本当に良くって、おー、かっこいい。で、専用台座には、ゴーストアーマーと乗ってますね。アーマー装着状態でもこのフレキシブルな稼働。RTF だとね、どうしても装着することがギミックになってますから、装着後は、かなり制限、稼働ががっつり制限されるんですけど、騒動はね、アクション、おー、アクション性が優先されておりますので、やっぱガシガシ動かせるのすごいな。で、こっちがジオーのゴーストアーマーだ。超違和感。あ、やっぱ違和感あるな。同じゴーストアーマーなんだけどね。なんだろう、ブラックじゃないからかな。顔とかも全然イメージ違う。でも、こうやって遊べるってすごいな。で、時間ザックスは、オノモードの武装はこんな感じになってると。あ、これが2話のね、ワンシーンですね。じゃあさらに、昨日更新されたボリューム5を見ていくと、お、アーマータイム！早速登場したドライブアーマー。これもジオバージョンになるとどうなんだろう。これはゲイツが装着しますので、こっちも結構、ライン以外はほぼほぼシールで表現って感じかな。あー、シフトカーもね、しっかり入ってますね。ドライブでかっこいいんだよな、このアーマー。このタイプトライドローン感。ゲイツの黒い部分と、ドライブの赤白の部分がすごいマッチしてますよね。で、肩にはアーマーが刺さってて、両腕にシフトカーのね、シフトブレスがあると。
でこれももちろん装着後こんな感じでがっつり、あすごいすごい、動かすことができますし、ひとっ走り付き合え用のポージングもできるわけだ。で手首乾燥パーツ、シフトカーはどうやって装着するのか、あー上からはめる感じになるんだ、あすごいね、ここまでわざわざ作り込むんですね、さすがだな。で専用台座は同じようにドライブアーマーと書いてあって、あやっぱかっこいいな。今のところ僕アーマー系だとドライブアーマーが、もう思いっきりねタイヤがここにはまってるんだけど、ドライブアーマー好きかな。これまで割とコレクションアイテムがここに刺さるって感じでガシャットとかボトルとかアイコンが来てましたが、あえてここでコレクションアイテム、シフトカーじゃなくってタイヤがはまってるんですよね。まあタイヤもある意味コレクションアイテムでしたけど、いろんなものが出ましたからね。でこっちには10モードと、なるほどね、モードチェンジアイテムがこういう形で別に付属するような感じですね。ジオーのドライブアーマーのことは載ってないかな、ゲイツ用しか載ってない。他に新たな情報は来てませんよね。仮面ライダーチョコはもうレビューしましたし、チョコのしっとり感アップ、やっぱそうなんすよね。そう明らかに美味しくなってたもん。ただ小さくなりましたけどね。僕はクーガアリト以外は出ましたが、やっぱこれなかなか揃わないようで、相当僕は強運だったみたいです。おーすごい、キャンペーン、もうキャンペーンの画像来てるじゃん。うわめっちゃかっこいい、オーロラメッキバージョンだったっけ。もうベースカラーが全然違うし、ここの上部パーツもメッキ部分もいろんな色になりそうだし、正面のシールも虹色に光るようになってるのかな。特に前面のこのパールとオーロラのカラー、パールオーロラカラーみたいな変わった色がいい。情報としてはそんなところだけど、オーロラメッキバージョン、まさかこんなにがっつりブログで紹介してくれるとはありがたい。欲しくなったな。でも当たんないんだろうな。あとおもちゃウェブにもね、そこまで目立った情報は来ておりませんでしたが、先週かな、変身講座がジオ編とゲイツ編公開されましたので、まだ見てない人は見てみましょう。やっぱりゲイツのキレッキレのね変身は見応えありましたね。では DO さんブログとかこの辺の動画は概要欄にリンクを貼っておきますので、詳細はそちらからご確認ください。以上レオンチャンネルの仮面ライダージオ感想動画でした。